ドイツのチームということで、まあ、Jリーグとはまた違った、スタイルだったり気質だったりそういうものを持ったチームと戦うってことはまた非常にエキサイティングなものがありますし、異文化を知るという意味でも非常に有意義な試合にしたいなというふうに思っております。やっぱり日本 J リーグでやってたら体感できない相手とできるのはすごいワクワクしてますし、まあ、今年僕たちはあまり J リーグでいい成績を収められなく、ファンの皆さんになかなか楽しんでもらえなかったので、明日は本当に最高のゲームをして、皆さんもう楽しんでもらいたいし、自分たちもしっかり楽しみたいと思います。 J リーグで対戦したこと時のことはまあお互い全然覚えてなくて、逆に代表で一緒にやってたので、まあその時のイメージの方がね非常に大きいですね。まあそれであとはまあ対戦というよりはまあ J リーグ見たりして、倉田明のことは結構こう見てたんで、まあとにかく秋にみんな言うから庄司であったり宇佐美であったり東口ねとかみんないるんで、まあそういう選手たちと対戦することも一つの楽しみでありますね。ちょっと気になります。日本食で好きな食べ物とかありますか？Sushi natürlich und ja, verschiedene Gyoza, Yakitori. Sushi, Gyoza, Yakitori. 本日はブンデスリーガジャパンツアー2022パワードバイスカパー JSAT にお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。さあキックオフ、はい、70分ぐらい前ですか、うん、徐々にこう人も入ってきて、そうです ね外の、ね、スタジアムも雰囲気良くなってきてますから、今日はお天気もバッチリですから最高ですよ。最高のコンディションですね。まずはみんなこう食事とかしながら、はい、徐々にこう、ね、席に突き出す感じじゃないですか、はい、そうですね、うん、はい、ここから徐々にですよね、はい、コンコースグルメも美味しいですからね、はい、そうだ早く食べたいな、はい、スタグルスタグル、はい。
さん行ってらっしゃい。Bundesliga Japan Tour, powered by Sky Perfect JSAN. Gamba Osaka versus Eintracht Frankfurt. Let's welcome the team onto the field.Thank you.
サポーターの方に一言。ありがとうございました。2年間またお会いしましょう。いやもう感謝しかない。最後こういう機会を与えてもらって。探してもらいます。
長、はい。OK です。部長、はい、OK です。はい、OK です。